オーストラリア、中国の WTO 提訴検討。先日、中国政府がオーストラリア産の大麦に対し、80%の制裁関税を課すと発表した問題で、オーストラリアのリトル・プラウド農業大臣がスカイニュースの取材に対し、判断を下す審判を求めて WTO に訴えることを検討する。我々にはその権利があると発言いたしました。 ただ、中国との貿易戦争は起きていないとも主張しておりますが、現在、オーストラリア政府が COVID-19 の調査を要求しているため、中国政府がこのような圧力をかけてしまっております。先日は、オーストラリア産の牛肉について、4つの企業に対する輸出許可を取り消し、 圧圧力力をかけておりましたたがが今後もこういった圧力がオーストラリア政府に対し、かけられ続けるものと思われますので、オーストラリア政府には、こういった WTO への提訴だけではなくて、オーストラリア国内にある中国共産党の資産を没収するなどの対抗措置を取っていただき、オーストラリアの利益を、 オーストラリアの国民の利益をオーストラリア政府として責任を持って守り抜いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。